バグラムの戦い。7月6日朝の状況バグラムの戦いは、ナポレオン戦争における戦闘の一つ。ウィーン北東15キロメートルにあるドナウ川北岸の町バグラムの周辺地域で皇帝ナポレオン一世率いるフランス軍とカール大公を率いるオーストリア軍とが戦った。バグラムの戦いとも表記される。フランス軍18万。 オーストリア軍15万という大軍同士が激突し、合わせて7万以上の死傷者を出した。戦いはフランス軍が勝利し、オーストリアはシェーンブルンの和訳を結んで屈服した。1809年4月9日、オーストリアはイギリスと第5次大仏内同盟を結び、フランスへ宣戦線した。ナポレオンは速やかに反撃に移り、エックミュールの戦いで、 カール大公を率いるオーストリア軍主力に勝利して、オーストリアの首都ウィーンに入場した。ドナウ川の北岸へ退却した10万のオーストリア軍主力に対し、5月21日から22日、ナポレオンは7万のフランス軍をもって、都下作戦を決行し、決戦を挑もうとするが、反渡しのところを、カール大公の的確な指揮に疲れて、敗北を喫した。 このアスペルン・エスリンクの戦いの後、しばらく硬着状態が続いた。この間、フランス軍には、ウジェーヌと、マクドナルドの率いるイタリア王国軍、マルモン軍団、ポニャトフスキの率いるポーランド軍、バイエルン軍が来着して18万の大軍となり、オーストリア軍も15万の兵力を集結させた。その頃、チロルでのアンドレアスホーファーの放棄や、 ネーデルラントにあるワルヘレン島へのイギリス軍の上陸など背後での動きも活発化し、ナポレオンにもあまり時間の余裕はなかった。ナポレオンは再度カール大公へ決戦を挑んだ。ナポレオンはアスペルン・ウィズリンクの戦いでの失敗を繰り返さぬよう、周到な計画を練っていた。ロバウ島に集結していたフランス軍は7月4日の暴風雨の夜をあえて選んで、 渡過作戦を決行し、対岸からも同時に加強作業を実施することで、迅速に船橋を構築して、大軍を一気に渡過させた。ただ、この時三望町ベルティエは誤って二つの軍団に同じ橋を割り当ててしまい、一時的な遅れが生じた。オーストリア軍は完全に不意をつかれ、川岸に展開していた、警戒部隊は蹴散らされた。フランス軍は7月5日の昼までに、 アスペルンからエスリンクの一帯を制圧し、午後には18万の大軍が渡下を完了した。フランス軍は左翼にマッセナ軍団、中央部にベルナドットの率いるザクセン軍団、ウジェーヌ軍団、ウディの軍団、右翼にダブー軍団を配置し、20km にわたる半円陣形を形成した。ナポレオンは、 ヨハン大公が率いるオーストリア軍の別動隊12,500が駆けつける前に勝負をつけたいと考え、7月5日中の攻撃を試みたが、この時は小規模な攻撃にとどまり失敗した。翌7月6日、早朝、戦闘が再開された。最初にオーストリア軍が主導権を握り、フランス軍右翼へ攻撃を仕掛けた。これは、陽動作戦で、続いて第、第三 第6軍団による本格的な攻撃がフランス軍西翼へ向けられた。ベルナドット指揮下の作戦軍団は交代させられ、さらにブーデシ団は改装させられて、フランス軍の後方連絡線が脅かされた。これに対して、フランス軍ではマッセナ軍団の一部と騎兵が増援に向かい、さらにロバウ島から砲撃を浴びせて、オーストリア軍の攻勢を停止させた。一方、右翼では、 ダブー軍団がオーストリア軍を押し返していた。ナポレオンの戦術眼はこの後期を見逃さなかった。オーストリア軍全体の扇のようとなっていた中央部へ向けてマクドナル軍団とこの A 軍団に突破攻撃を命じ、マクドナルは指揮下の8000の兵力をくさび型に編成してオーストリア軍中央部へ銃剣突撃を仕掛けた。ラサール将軍も援軍として駆けつけ、 援護突撃を行った。生産な戦いが繰り広げられ、オーストリア軍は中央部を突破され、分断された。午後4時、ヨハン大公の別動隊が戦場に到着した頃には、勝敗は決していた。オーストリア軍は死傷者4万の損害を受け、戦闘能力は残っていたが、敗北は明らかであった。一方、フランス軍の損害も死傷3万2500。 捕虜7戦に及んだ。7月10日、オーストリアは停戦を申し入れ、12日に停戦協定が成立した。同日、フランス軍では先行によって、マクドナル、ウディの、マルモンが元水へ昇進し、ベルティエはバグラム大公爵に除せられた。10月14日、オーストリアはシェーンブルンの和訳を結んで屈服した。広大な領土をフランスやバイエルにへ割させられ、 その上巨額の賠償金を課せられた。こうして1809年におけるオーストリアのナポレオンへの挑戦は失敗に終わった。ナポレオンの帝国は絶頂期を迎える。バグラムで戦ったオーストリア軍は旧来の傭兵軍から脱皮しつつあった。アウステルリッツでの屈辱的敗北以来、オーストリアが永遠と進めてきた軍政改革によって、 革命によって生まれ変わったフランス軍と同様に国民としての意識を持ち個人的な名誉や利益のためではなく祖国のために戦う国民軍としての性格を強めていたのである。だが彼らがライプツヒデの輝かしい勝利を勝ち取るまでにはあと数年の歳月が必要であった。戦いの回路をナポレオン執念の勝利ゴルディー・デベタ・イン・シーエイチ・テアウ・デベルサイユライブ・ドア・ニュース 2020年7月4日閲覧。ブリタニカ国際大百科事典小項目事典の解説。コトバンク。2018年1月21日閲覧。ありがとうございます。